こんにちは、榎本美沙です。今日はちょっと番外編になります。今ですね、国連がゼロハンガーキャンペーンということで、食品ロスト、飢餓をなくそうというキャンペーンをやっています。なので私もですね、微力ながらちょっとフードロスにつながるようなレシピをご紹介できたらなと思って、今回ご紹介させていただきます。今回はですね、生クリーム余りがちだと思うんですけれども、私も半分使って半分余ったり、大さじいくつ使って残りが余っちゃったりするんですけれども、その残りをですね、量にかかわらず全部使ってバターにしてしまおうというようなレシピになります。ぜひですね、生クリームちょっとホイップなどに使って余った時に活用していただけたらなと思います。では材料の説明です。生クリームだけになります。生クリームは残ってる量を使っていただけたらと思います。ただですね、ちょっと注意があって、このクリームのここの部分ですね、種類別のところにクリームと書いてあるものを使ってください。そうじゃないとですね、バターにできないことがあります。あと今回 47% のものを使っていますけれども、脂肪分はですね、なるべく高めのものの方がバターになりやすいです。では早速作っていきたいと思います。とてもシンプルな作り方なんですけれども、瓶に生クリームを入れて、そして振るだけになります。生クリームは冷やしておいて使ってください。蓋をしっかり閉めて勢いよく振ります。これでですね、しばらく頑張って振っていきます。ちょっとですね、もろもろとしてきました。もうちょっと頑張ります。今バシャって言ってるの分かりますか？今ですね、水分と固体が分離してバシャバシャとしてます。これでですね、固体と液体が分離したのでバターが出来上がったという時になります。こちら見えますかね？バターと液体に分かれています。ではですね、水分とバターとに分けていきます。これが水分になります。こちらの水分はですね、バターミルクというで、牛乳と同じぐらいの栄養素がたっぷり でしかも脂肪分が少ないので、ぜひですね、これ飲むようにしてください。こちらに出来たてのバターを入れていきます。これで軽く水分を拭き取れば、こちらで出来たてのバターが出来上がりになります。塩は入っていないので、塩を入れて混ぜてもいいですし、いろんなアレンジバターを作っていただいてもいいと思います。ニンニクのすりおろしと余りがちなハーブの刻んだものとかを入れてですね、ガーリックバターにしたりとか、アンチョビをちょっと混ぜてみるとかいうのもおすすめです。ぜひいろいろ楽しんでいただけたらと思います。はい、こちらで完成です。はい、生クリームで作るバターの作り方いかがでしたか？出来たてのバターはとっても美味しいのでですね、いろんな味にアレンジして使ってみていただけたらと思います。あとですね、フードロスになるような料理思いついたら SNS に、ハッシュタグをつけて投稿していただけると、学校給食のアフリカの学校給食の支援になるということなので、ぜひですね、ゼロハンガーキャンペーンで調べてみていただけたらと思います。これからもいろんな料理をご紹介できたらと思っていますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。